各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語を勉強していきましょう。加油。今回は挨拶表現。まずはスキットを見てみましょう。你好，林小姐。你好，白先生。最近身体好吗？很好，谢谢。日本語の字幕で見てみましょう。你好，林小姐。你好，白先生。最近身体好吗？很好，谢谢。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。你好，林小姐。你好，白先生。最近身体好吗？很好，谢谢。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。你好，林小姐。你好，白先生。最近身体好吗？很好，谢谢。日本語の字幕で見てみましょう。你好，林小姐。你好，白先生。最近身体好吗？很好，谢谢。今回のキーセンテンスは、最近身体好吗？最近お元気ですか？キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。最近身体好吗？繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。最近身体好吗？映像に合わせて発音してみましょう。很好，谢谢。もう一度繰り返します。很好，谢谢。最後にもう一度映像を見てみましょう。你好，林小姐。你好，白先生。最近身体好吗？很好，谢谢。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。